サムライチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。テスト配信をしています、 MC 担当の小木健郎です。よろしくお願いします。全国初の従来目線で発信する政治チャンネルです。僕らの自己紹介は他の動画にアップしているので、よかったら確認してみてください。コンセプトは自虐の歴史からの反撃、 Remember 自分の国に誇りを持とう、 Remember こんな嘘をどの国が、誰が、どの政党が広めたか、 Remember あの問題は正しいか、 Remember 騙されていないか、10代の僕らで自分で考え発信します。おかしいと思うことはおかしいと、間違ったら謝ります。よろしくお願いします。1. 最近の私たち10代が選んだトピックス。 2. 今週のお黙りください案件。 3. 今月の評価。 4. 本日の近代史シリーズ。 5. 今週の行動しようよ。今週の私たち10代が選んだトピックス。 1. 静岡県知事に当選した鈴木康友。静岡県の川勝知事はリニアの工事を邪魔し、任務中は公務員が30人以上自殺、その他評判が悪すぎで辞めても辞め方も勘違いの細川ガラシャ利用し、子孫が怒り爆発でした。やっと新しい知事が誕生で、鈴木康友氏が当選しました。しかし静岡県知事選で医学部誘致を公約に掲げ当選したのに、就任会見で公約を撤回し、わずか1週間で公約違反となりました。2. ブラジル日本人捕虜。ブラジル政府、第二次大戦後の日系人強制収容めぐり謝罪の意向、人権侵害めぐり7月再審議へ。第二次世界大戦後、ブラジル政府は日本人移民を不当に強制収容し、虐待しました。これは人権侵害であり、ブラジルの恩赦委員会は2024年7月25日に、これらの行為に対して謝罪するかどうかを審議します。謝罪が行われれば、ブラジル政府としては初めてのことになり、日系人コミュニティにとって大きな意味を持ちます。日系人コミュニティは世界最大で、約270万人がブラジルに住んでいます。謝罪は、日系人が受けた過去の迫害を認め、名誉を回復するための重要なステップとなります。サムライチャンネルでは、東京裁判の見直し、アメリカなど戦勝国の戦争犯罪について謝罪してもらいたいです。カール・ハンジの日本無罪論を世界中の人に読んでもらいたいです。3汚物風船。北朝鮮が5月末から汚物をぶら下げた多数の風船を韓国に向けて飛ばし、韓国軍などが回収に追われる事態が起きています。北朝鮮は韓国の脱北者団体が送った批判ビラへの報復だそうです。この行為は韓国軍による回収作業を必要とし、両国間の緊張を高めているとのことですが、私たち日本人からは想像できません。4地方自治法改正案国に事後報告義務付け、修正衆院総務委で可決。池田俊恵議員のツイートから紹介します。令和6年5月28日火曜日、最大の危機です。かねてから申し上げておりました。地方自治法の改正案、本日2024年5月28日現在、衆議院総務委員会にて可決、30日の衆議院本会議で可決され、参議院に送られ可決される見通しです。これはパンデミック条約や IHR 改正がいずれどうなろうと、日本国民は政府の言いなりに、自治体が法的義務を負うような形で住民を従わせていく可能性を秘めた法改正です。大変な事態が想定されます。皆さん、この意味がわかるでしょうか。私たちもとても心配です。5大阪万博最悪。ガス爆発もあり、お金が異常にかかって中止の声が上がっている大阪万博です。マスコットカラーは朝鮮色で気持ち悪いという声もあります。大阪万博の子ども無料招待に関するアンケートは、選択肢に参加しないという項目がなく、結果はプロパガンダとして使われています。秦野市は大阪府の要請で協力していましたが、抗議のために掲示物を撤去しました。また吉村知事は 75% の学校が参加希望と投稿しましたが、実際には参加しないという選択ができなかったため批判されています。そもそもアンケート取ること自体が不人気の証ではないでしょうか。維新はまるで中国の方がやるようなやり方と怒りの声が上がっています。6嘘の韓国映画1923関東大虐殺。
韓国史、関東大震災、朝鮮人虐殺、日本政府の謝罪が両国関係の第一歩、立憲民主党所属の杉尾秀哉議員、66、杉尾氏は13日、参議院議員会館で開かれたドキュメンタリー映画、1923関東大虐殺、キムテヨン監督の特別上映会を支援を日本でしました。世界の皆さん、日本の政治家は日本のために働きません。この杉尾氏は元アナウンサーでテレビに出て名前を売ってから政治家になり、韓国や北朝鮮のために働いていると SNS では言われております。有効というなら、なぜいつも骨が見つかっていない虐殺像を作ったり映画を作るのでしょうか。お金はどこからでしょうか。何度も言います、これは捏造で、真実はこれらです。慰安婦問題の嘘がバレてきたので、次は関東大虐殺追悼像が目標らしいです。本当に恐ろしい国です。七五輪スポンサーを終了予定。前回の東京オリンピックで五輪史上最高額、約 1312.5 億円、スポンサーのトヨタ、五輪スポンサーを終了予定を発表しました。資金の使途に不満、アスリート支援やスポーツ振興に効果的に使われていないゴールデンタイムに流れる政治的に偏った報道番組など、スポンサーはどんどん降りてほしいです。オリンピックの手伝いのアルバイトの中抜きのパーセンテージは9割で、パソナという朝鮮系の語り平蔵さんの会社が泥棒したと SNS でたくさん書かれていました。運営は最悪で、日本らしさが全く感じられない東京オリンピックでした。初めて行った東京オリンピックの写真をいつか紹介いたしますが、素晴らしかったです。オリンピックもお金でつまらなくなり、選手たちがかわいそうに思えます。あなたはどう思いますか。8自民党、稲田朋美。私どもは2021年から LGBT の流れをよく知っています。何年も前から外国で行われてきたこと、悪用されることがないと言って法律を通した稲田朋美は現に悪用されている現状を、責任を取ってください。立憲が自民党の稲田朋美議員ら3人が自らの政治団体に寄付を行い、資金を移動させ税の優遇を受けていたことを追及しましたが、立憲内部吉田議員も同様の手口で5000万寄付して優遇を受けています。自ら国民を欺き裏金作ったのに、政倫審にも出てこない、使いとも明かさないままの稲田朋美議員。国民の政治不信はあなたのような大人のモラルの低さが露呈しているからです。議員辞職、次の選挙に出ないでください。図踊り自粛、国民をないがしろにしないでください。この人を次期総理にと言ったのは安倍元総理です。旧北海道大規模のメガソーラー建設計画。北海道がメガソーラーと風力発電の建設で釧路国立公園までが汚染されています。一体どこが環境のためなのでしょうか。地元の風力発電計画は建設予定地がほぼ水源環洋保安林で、電気を作るのはほぼ無理と、他に目的があるんじゃないかと地元の方たちが怒っています。私どもも再生可能エネルギーに反対するわけではないですが、地域の自然環境や生物多様性、水産資源、景観、文化、生活、防災、観光等、地域社会に与える影響をしっかり考えてほしいです。 10TBSN スタのディレクターは僕新刊驚きました。 SNS で批判が出ています。TBS の番組 N スタについて、ディレクターが元韓国空軍将校であることや在日韓国朝鮮人が多いという理由で韓国を批判する内容を作れないという批判があります。韓国推しのメディアに拉致問題が解決しないのは当然だと思います。どうしたら日本人だけで運営できるのか、あなたも考えてみてください。今週の私たちが選んだおだまりくださいコーナーです。このコーナーでは特にトピックスの中でも10代の私たちが言わせていただきたいことをバッサリと言わせていただきます。サムライチャンネルでは全員が同じ意見の時のみ公式発言として発表させていただきます。今週のおだまりください案件です。今までにない問題が起きています。桜の花を大切にしない、お地蔵様を蹴る、神社を燃やすなどです。対馬では韓国人がタバコを捨てたり唾を吐いたり、
おしっこやうんちをなどするため韓国人の立ち入りが禁止されました。日本人の皆さん、対馬では問題がたくさんありますが、政府や市長は対応しません。石川慎一郎さんの動画を見てください。靖国神社では中国人がおしっこをかけた行動を動画に投稿しました。京都八坂神社では鈴の王を乱雑に扱う観光客に注意したところ、逆に失礼な態度を取られました。これらの問題は全て外国人によるものです。フランスの記者リチャード・ロイド・パリーさんは、原爆 テレビシャツを着た BTS メンバーの支持者で、告発者が右翼の日本女性だと内容をすり替えました。日本の世界報道の自由ランキングは20年前は11位でしたが、現在は70位です。最下位は常に中国です。つまり真実を報道しないということです。フジテレビやアベマ TV のコメンテーターパトリックさんは、バイデン大統領ばかり応援していますが、トランプ大統領の人気を隠さないでください。パトリックさんを嫌いな人は日本のニックネームパックンと呼びません。アベマ TV も偏向報道が多すぎます。アメリカのアーリントン墓地で不敬な行動をとったり、ノートルダム寺院で不敬な行動をして注意されたらどう感じるでしょうか。フランス8年在住でフランスの人の奥さんを持つと自ら告白した人に英語で話すと言われたら傲慢だと思いませんか。こういう大人たちは反日活動家だと考えます。日本からの情報発信しなくていいです。マナーを守れない人は日本に来ないでください。それで人権や差別主義というならお黙りください。あなたは常識知らずの日本人差別主義者です。こういう大人になりたくありません。
食生の日、沖縄の人に愛された明治天皇。今週のこれが教科書は、めぐみ龍之介先生の5本、沖縄県民も知らない沖縄の偉人から紹介します。66ページ。明治37年、1904年、大干ばつが沖縄を襲いました。農民は餓死寸前に陥りました。これを聞かれた明治天皇は、日露戦争の最中になりながらも、侍従北条宇宙機を沖縄に派遣され、食料、救助金を下賜されました。北条はまた、本島中部を視察した際、水源寛容林としてのクスノキの植林を奈良原知事に進言しました。これが起点となって、本島中部一帯に植林が実施されました。農民はこの天皇の恩情と県知事の施策に感涙しました。同時に生産君主であった琉球王と天皇の違いを認識したのです。よく明治38年、後世に皇室のご遺徳を検証するためとして、茶壇の農民の募金によって茶壇紛り、現茶壇町に祝勝の日が建立されました。この祝勝の日は現在米軍基地の中にあります。今週の行動しようよです。今週は保険証を守りましょうです。皆さん、外国に住んだことがありますか？私どもは外国に住んだり留学したりした10代のメンバーがいますが、日本の保険証は素晴らしく、先人に感謝いたします。今インターネットの普及で何でもネットで完結しようとする流れがありますが、 LINE やマイナカード、マイナンバー、情報漏洩がすでにあり、中国人が偽造カードを作ったりしたこともバレています。国民の多くが反対し、医療関係者も反対しています。マイナカード、マイナンバーを使用することでお金を配ったり、政府は無理やり推し進める理由は何でしょうか？賛成の方には、通名が記載されるから賛成という声がありましたが、通称名は使われません。つまり、通名はそのままです。ですが、LGBT の方は配慮するっておかしくないですか？アメリカを例に挙げますと、ソーシャルセキュリティナンバーが日本のマイナンバーのようなものです。しかし、番号を暗記し、持ち歩きはせず、写真もありません。日本は写真をつけ、銀行と紐付け、常に持ち歩きしまして、セキュリティがすでにダダ漏れで問題なのに。河野太郎さんは、いい加減な回答だけです。さらに銀行など、すべて紐付けで、政府に筒抜けは大反対です。ジャーナリストの堤美香さんが声を上げてくださっています。マイナ保険証は怖いです。再発行も大変で、お年寄りが増える今、現状の保険証を守るために、パブリックコメントに声を上げましょう。